羽がやかは、南クラゲ目に属するとが、岩の上などに定着して生活する。形は、鳥の羽に似ており、植物のように見えるが、クラゲと同じヒドロムシズナに属する動物である。四方を持ち、人を刺すものが多い。鳥の羽のようなものは、ヒドロムシの群体である。一定間隔の節を持つ主観があり、各節の左右に、小枝が伸びたような形をしている。四方を持つ。 刺激を与えると四方を放出するので、直接触れなくても刺されることがある。ほとんどのものはチクッとする程度であるが、白ガヤ、黒ガヤに刺されるとか弓を伴う水ぶくれとなる。軍隊により死有の別があり、小枝の根元に生殖体を持つ。日本ではほとんどの種が本州中部以南の沿岸の浅瀬に住む。軍隊がさらに群生していることが多い。プランクトンなどを食べる。 逆に、海ウ牛ウなど、羽がやるを食べる生物もいる。いろいろな分類が提案されている。本記事では、ナンクラゲモクレプタマデューシーの下に、コニカアモク、プラミューレリィアイディア浄化があり、そこに、ヘイロテリタデイカ、カーチェンパワーデイカ、プラミューラリーデイカ、ギーラヤフィーニーデイカが属するとして解説する。ABC ブリタニカ国際大百科事典。 小項目電子辞書版2006ブリタニカジャパン CO リミテッド今泉忠明猛毒動物の百科第3版2007年データハウス ISBN 978から4から 887189218P129 千葉の県立博物館引く黒ヶ谷ミュージアム D イストワールナチャールザ・ヒドロゾアディレクトリー ハット AB 関西海洋生物談話会連絡し、アルゴノートナンバーワン4アペンディックス。ありがとうございます。